おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、今日目指すのは硫黄岳です。バックレッツバックレッツまだ朝7時半ということで、はい、まだ本調子ではありません。僕は絶好調。タオルだけが高ぶってめんどくさいです。今日も助けて。夏沢高専行って高連行って、そこから本格的な登山になるのかなって感じで、はい、楽しみです。怪我人やで気をつけてください。はいはいはい。ということで、はい、今日一日楽しんでいきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。本当はさ、来週だったんだよね、硫黄岳。そう。そう。でも梅雨で完全に雨予報。うん。で、昨日やったっけ？そう、昨日の朝。うん。フルクラインで。うん。カオルが感じしましょうか。はぁーって感じで、いいわ、みんな OK みたいな。どんなに気づいたら予定がないの。そうそう。今日来て正解やってね。そうだね、今日が週の晴れ前。そうだよね、一番いいと思ったよね。そう、涼しいし、いいね。はい、じゃあまあここからオーレンまで何分やった？時間ぐらい。時間ぐらい。帰りに T シャツ買おう。楽しみ。めちゃくちゃ気持ちいいよ。すごい、この光がパーッと差す感じとおじさん2人最高。乾いた心が潤うわ。うん、10歳ぐらい若返った。若返ってねえし。天国ゾーンですよ、まさにこれぞ。いや、いいね。いいいい、気持ちいい。そう、気持ちいい。いや最高じゃんこれ、本当にこういう散策いいね。夏沢峠とのまだ峠じゃないけどね、夏沢高専桜平と夏沢峠の分岐ですね。分岐っていうか矢印ですね。これちょっとオーレン小屋で休憩させてもらいましょう。よし、マナキャラメルマキアートです。マルシンハンバーグやでしょ。マルシンハンバーグかと思います。すごくよく乾くわけじゃない。ちょっとしっとりしてる。見た目がうまそうやな。うん、うまい。うん、なんかしっとりしてそうなやつ。うん、うん、でも豆入ってるから歯に詰まる。入れる、その問題はある。あるぞあるぞあるぞ。もう高ぶりすぎなんだって。もうちょっとゆっくり行こう、はい、まだね、9時半だよ。旗もネパールやチベットへ来たような感じがしていいですね。よし、じゃあ夏沢峠方面行きます。はい、そうか、今ちょうど神様のちょっと変えただもんね。赤岳山インド花そういう表形で本当にちょっと、うわ、すんごい綺麗な水、サーブすごいいい道。まあ高ぶるって言われるけど、もう高ぶりやって回らんぞ。今日のカオルは高ぶってるんで、朝からずっと喋りっぱなしです。高ぶりが止まらない。ちょ早く来い。大工場がおるて。大工場が、大工場ってすごい。うわ、結構急斜面やな。うわ、これです。どうぞ見てください。じゃじゃー、
ドッカーン、すごい、ドッカーン、すごい、これは崖なんか、あ、ここに加工は加工があの見えちょっと、うん、隠れてると思う。そうそう、これは大砲だ。あ、こうこうなっとる。おお、すごい、楽しみだこりゃ。はい、でここから一気に硫黄岳までいよいよ登っていきます。まさにさん、ちょっとへばりすぎですね今日は。200、一気に200登ります200の2 200登ります。視聴者さんから DM が来て、本当に山登りって楽しいんかよって。誰か分かっちまうお前らユーチューバーやなっつって、視聴者さんから連絡が来たんで、今回はマサ兄さんのところに連絡が来たそうです。まあその視聴者さんもいつかチャンスがあったら一緒に山登りでもしませんかね。また DM お待ちしておりますよ。まだまだ先は長いぞ。何これ、うしゃはカオル、カオやかよ、これ爆発してっちゃカオルが来たらまた硫黄岳が活火山になっちゃう。1時間ぐらい登ってきました。よいしょ、うおうおうわ、爆裂加工、おお、すごいです、すごい絶景です、すごい。もうちょっと上からでも見えるのかな。そうやだねえもうちょっと上がってゆっくり見ましょう。すごい感動だこれは。グランドキャニオンみたい。グランドキャニオンみたい。うん。行ったことないけど。新婚旅行とかで行ったのかと思った。こんな感じだったの。もうすぐです。もうすぐです。僕たちもしかすると初めてこんな二人で登頂するかも。はい。暑苦しい、暑苦しい。さあ、さあ。登頂です。はい、登頂しました。おめでとうございます。 2760m、 ここでなんか三角点がちょろっとあるみたいなんで、それを後で荷物デポして行ってみましょう、うん、はい、はい、じゃあ少し休憩しましょう。景色を楽しんで。あのさ、俺ってあんまりさ、景色見てさすごいって言わんことない。いやね、いや心が貧しいからね。心がちょっとやんどる、スラックだから。でもここはすごい、うん、赤ってどれなの、あれなの、真ん中、真ん中の、すごい、なんか狭い、キュッとキュッと凝縮されてますね、これすごい、これこの寄せもいいな、ジオラマみたい。本当にそうじゃあちょっと休憩しましょう、はい、すごい。いや綺麗だなぁ、てかもう飽きたねそろそろちょっと寒いし。なんで俺はだからさ、早く降りたいよ。じゃあ俺も早くちょっと何早く降りたい俺も一緒、俺も早く向こうの三角点行きたいんだから行こう行こう行こう高っ、ここやな、これやわ、これらここから行くんや今日、うん、今も、うん、赤岩の頭や、うん、オッケー。あの今まさにとで、さっきの、うん、ま、峰の松目まで行くか行かんかは、うん、プラス1時間するかせんか。いや、もう行かない。
僕はそういうそのハードにする。俺もあの山やったら嘘も覚えたんだよな。あれやもん。そんなの。僕はもう今まさにとお話をして決めました。もう寒いので、はい、三角テーマで爆裂加工を見に行って下山の準備に入ります。うん、今日来たルートはこっちの側面からずっと見ながら上がってこれるし、いいね。美濃戸から上がってくるとその。こっちから上がってくるルートが見えないっていうことだもんね。カオルの選んだルートで正解でした。カオル君のルート設定は正解でした。止めてもらった。え？止めてもらった。まあ、たまにはね止めるよね。5年も前から何回も地図見まくとったら松井太郎が重装計画何回立てたかわからない計画がじゃあ5年越しの年間かなってよかったです。そうそうそう、おめでとうございます。テンションの上がり方が爆裂だから。だから爆裂やからな。爆裂ですから。はい、じゃあ、行きましょう。ありがとう。ありがとう。八ヶ岳、南八ヶ岳の山々、そして、まさにさん、そして、かおるくん。ええよ。僕は心を入れ替えました。初めてイサオが山で綺麗と表現をした。綺麗なものを見て綺麗と言った。やっぱりさ、帰りってなんかワクワクするね。帰りって楽しいね。下山部か。分岐ですね。オーレン小屋と夏沢高専、伊予岳、赤岳高専、美濃戸。今度もしかすると、赤岳行くの時に、こっちから美濃戸から来るかもしんない。いた、美濃戸だから。うん。そうそうそう。かもしれないですね。はい。まあ、どんどん帰りましょう。はい。妖怪人間。妖怪人間。妖怪人間なんです。壊れちゃったねえか。そんなの歌いながら俺の方振り向くからよたついてふんだっていうまた買い直してください。はい、どうぞ。オーレン小屋まで戻ってきました。あ、疲れた。あー、道的にはこっちの上りは多分きついね。そうやね。下り的には楽やったけど、こっち上り割と平らな道をずっとここから歩いてって、最後あそこないだっけ、山彦港から、山彦港どこやったの、山彦港だからあそこにあったんや、上のところ行って休みやったところ。あー、夏沢ピュッて、ピュッて違うって、山彦荘って書いてあった。山彦荘、山彦荘、どこやそれ。山に彦、彦は峠とかやって彦六の彦の山彦荘、夏沢ヒュッて、それ反対かわいそう。山彦荘って書いてあった。そんなあったか、うん、多分。まあいいや、いい山ですよ。そう、はい、いや、よかった。ここから、これからちょっとなんか山行ってみたいですって言った時に連れてきてあげれる山やね。まあレベルにもよるやろうけどね、うん、いや、これから始めますってキアちゃんたちみたいに。いやー、そんな子にはちょっときついやろう。そうかな。きついと思うぞ。初めてでこれならもう二度と来なくなっちゃうんじゃない。いや、あ、まあ若い子は元気やで。でも、うん、分からん。ハマちゃん逆にこっちの方がいいかもしれない。あ、そう。俺が教えてまたそんなや。首が高いよりこっちの方が山はこういうもんなんだよっていうことは。ちゃう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 。甲賀三山行きたいって言ったらあんたじゃん。違うやんか、あん時は。え、そうやったっけ。やん時は違うって。俺が福部って言ったっけ。福部やよ、もうなんかトレーニングみたいな感じで最初言い始めて。そうや、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 俺がトレーニング行くで、うん、一緒に行くみたいな感じで。そうや、そうや、そうや、そうや。
あ、いいよ、いや普通の靴でいいよみたいな。紐だけ締めれるので。違う、そんなことも言わへん。嘘や。そうや、最初普通の靴やったもんね。そうよ、あの靴っかけみたいな。そうやった、そうやった。あの山に石がカーンって。いやー、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんとか夏田高専まで戻ってくることができました。はいはいはい。T シャツも買えたし、はい、よかったです。今日の目標すべて達成です。それ、ね、ありがとうございます。楽しい一日やった、うん、今日いい山やったね。いや、めちゃくちゃ良かったよ、ね、うん、びっくりするぐらい。山頂からの景色も最高やったし、うん、あーもう本当、俺初めてうわすごい綺麗なんて言っちゃった。ちょっとね、大きい声で、うん、毒が抜けた。ちょっと白なってない？俺なんとなく。ヌルボーみたいな。来月はこの山の向こう側、何だったっけ？赤岳。赤岳一歩ずつ2回行くけど、それはまさにはちょっと行けないんで。オイラとカオルと残念。オイラ、カオル、ヒーちゃん、リョウスケで4人で行ってきたんです。また次も来てください。そしてありがとうございました。ありがとうございます。この動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。